まず箱から体組成計と付属品を出します。右側から箱を開けてください。付属品は保証書付きの取扱説明書、単三乾電池4本です。乾電池はバッテリー挿入部に入っています。ご確認ください。まず乾電池をセットしましょう。体組成計を裏返しにします。バッテリーカバーの爪を押し上げるように開けます。黒い絶縁シートを取ります。蓋を閉めます。以上で乾電池の入れ方は終了です。初期設定を行います。高精度の測りは使用地域により重力の影響を受け誤差を生じる場合があります。こちらの体組成計はご使用になる地域を設定することによりこの誤差を解消することができます。はじめにお住まいに合わせた地域番号の設定を行います。工場出荷時は地域番号に本州、四国、九州に設定されていますのでこの操作は不要です。地域番号の振り分けは取扱説明書でご確認ください。本体裏面の地域設定スイッチを押します。お住まいの地域番号が表示されるまで地域設定スイッチを押します。約3秒後に電源が切れ地域が設定されます。以上で地域設定は終了です。次に日時の設定を行います。設定ボタンを押します。ダウンボタンまたはアップボタンを押して現在の西暦を表示させます。設定ボタンを押して決定します。次に現在の月を表示させます。ダウンボタンまたはアップボタンを押して設定します。設定ボタンを押して決定します。現在の日付をダウンボタンまたはアップボタンを押して表示させます。設定ボタンを押して決定します。次にダウンボタンまたはアップボタンを押して現在の時刻を表示させます。設定ボタンを押して決定します。次に現在の分をダウンボタンまたはアップボタンを押して表示させます。設定ボタンを押して決定します。登録内容が表示された後自動で電源が切れます。以上で日時の設定は終了です。個人データを登録すると自動認識機能や全開値などの便利な機能がご使用いただけます。個人データは5人まで登録することができます。はじめに登録する番号を選択します。設定ボタンを押します。ダウンボタンまたはアップボタンを押して登録したい番号を表示させます。設定ボタンを押して決定します。ご自分の生年月日を入力します。ダウンボタンまたはアップボタンを押して生まれた年を表示させます。
設定ボタンを押して決定します。ダウンボタンまたはアップボタンを押して生まれた月を表示させます。設定ボタンを押して決定します。ダウンボタンまたはアップボタンを押して生まれた日を表示させます。設定ボタンを押して決定します。性別を入力します。ダウンボタンまたはアップボタンを押して女性、男性、女性アスリート、男性アスリートの中から選びます。設定ボタンを押して決定します。身長を入力します。ダウンボタンまたはアップボタンを押して身長を表示させます。設定を押して決定します。登録内容が表示された後 0.0kg が表示されます。自動認識機能を使用するために体組成の情報を体組成計に記憶させます。測定結果が表示された後自動で電源が切れます。以上で個人データの登録は終了です。